にちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いています。今日の四字熟語は融通無下です。行動や考え方などが何者にもとらわれず、自由でのびのびとしており、滞りのないこと、融通自在も同様の意味です。使い方は融通無下に振る舞うなどと使います。今から融通無下を楷書で書いてみます。今から融通無下を行書で書いてみます。今から融通無下を草書で書いてみます。それで今から融通無下の創作作品を書いています。
最後までご覧いただきありがとうございました。